シェルパチャンネル。こんにちは、シェルパチャンネルです。こんにちは。本日はですね、私、日本大学の角田が、なんて言うんでしょう、司会役をさせていただきます。で、テーマはですね、英作文の添削ということで、その添削で取捨選択したらどうなるかというお話を、皆さんで共有できればと思っています。で、実はシェルパーチャンネルもかなり昔にですね、5年ぐらい前に、取捨選択の話を、添削の取捨選択の話を、されていて、私はその時、いなかった、お休みしていた時期ですので、今回また取り上げて議論に参加させていただければな、ということで、テーマを、このように決めたんですけれども、今まで取捨選択というのは文法用語とか、授業デザインの取捨選択とか、音読とか、そんなこと、プラス英作文の添削の取捨選択という話題があったんですけれども、今日はその英作文の方で、進めていければと思っています。よろしくお願いいたします。で、その5年前は、そもそもかなり添削、先生方は添削しなければいけないんじゃないかと思って、作文指導されている方が多いということで、ただ全部は添削するのはできないので、いわゆるエラー修正というんですかね、文法のとか語法の選択について、取捨選択する、選んでやるべきだよというような議論があったと思います。それから、そもそも取捨選択して文法の誤りを直してもなかなか直んないので、それよりはどんどん作文をさせたり、いや、他のことをやったりして、英語力をつけた方がいいんじゃないかという議論もあったと思いますけども、いかがですかね、皆さん、この考え方でいいのでしょうか、悪いのでしょうかということですけども、ご意見ありましたら。自由作文させるっていうときに、最初からエラーを直すつもりで、あなた方書きなさいみたいな、もう雰囲気漂っちゃっていますよね。だけど、それって不思議な話で、書いて、ああ、そうか、君はそういうこと考えてたのかとか。そんな事件があったのとか、そういうものを書いて、相手が読むっていうのが、書いたら読んだりすることの普通ですよね。だから、なんとなく、書きなさい。そしたら、あなたが持っている誤りが外に出るでしょう。だから、それを、先生は直せるようになるんだから、直してあげるよっていう、もう暗黙、そうなっちゃってるけど、その辺は少しね、最初から考え直した方がいい。ある程度はしょうがないとは思うけども、そんな感じは僕は今はしますけども。そうですね。なんて言うんでしょう。生徒も直してほしいっていうのがあるんだけれども、じゃあ、全部直せるかっていうと直せないですし、誤り前提っていうのもおかしな話ですので。で、なんでやるか、作文するかっていうと、やっぱり読んでもらって自分の、言いたいことを、読んでもらうときに書くみたいなことがありますので、そういったところでちょっと添削っていうのはどうかなっていう感じはあると思います。で、添削やんなきゃいけないんだったらやらないっていうような考え方もあると思うんですね。っていうのは結構大変。最近はもうチャット GPT とか 添削してくれると。いうのが、なかなか取捨選択して添削してもらうのは難しいんですけども、この中にエラーがどんだけありますか、じゃあ出してくださいっていうのは結構大手のもので、ほいほいやってくれるので、添削が楽になったとは言いますけれども、じゃあそれに対応しなきゃいけない生徒の方は難しいなというのもありますので、なかなか
や、べきなのかなっていうのはあります。はい。何か、はい。誤りを、全部もう修正できないから、それやる方も大変だし、ばっかにかい、あの、して、帰って、受け取る生徒の方も不幸だし、取捨選択しようっていう発想が、賢明だと思うんだけれども、難しいのは、じゃあ何を優先するかってなったときは、やっぱり、これはまあ、いいでしょって見逃してもいいよねっていうよりは、例えば、日本語と英語って語順違うから、それがめちゃくちゃだったら、それをこうまず整えてあげないと意味通じないからって、そっちの方がより深刻な、間違えただったら、そっちを優先して訂正しようとかいう発想になるじゃないですか。時に、こう生徒からすると、なんていうか、こっちが、これの方が重要だからとか、大事だからって修正すると結構大きな修正で、生徒が、なんていうのかな、例えば赤線引くとけ、だけだったら気づかないみたいな。S が落ちてるから S をこうつけるとか、ED を後ろにこう先生が書くっていう方が分かりやすい。だから、なんだろうな。こっちが優先しておし、あの、指摘しようと思うのは結構大掛かりな修正だったりして、生徒がそれを受け取れないっていう可能性もあって、だからそこが難しいなっては思いますね。まあ、今のことと関連して言えば逆もあるんですよね。先生方が修正しやすいところをしちゃうっていう。で、その一番修正しやすいのはミススペリングなんでね。これはもうすぐ気づく、まあ、気づかない先生もいるかもしれないけど、すぐ気づくから、それをどん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 直していくっていうのは先生にとって楽なんですよね。で、生修徒も正。気づきやすいっていう。うん、しかもで、お修正互いは。なんかそこで安心するっていうか、満足して取捨選択しましたってなると、多分それ取捨選択しようっていう、元々の何が目的かっていうところとはずれてくる気がしますね。うん、だから取捨選択ってしんどいわけですよね。つまり、なんでここ見逃して、なんでここ文句言うのみたいな、それはこうであるからですと言えないといけないけど、それ分かんないから、もうとにかく目につくところだけやっちゃおうっていう。で、目につくところをやられると、生徒も、あ、しまった、ここのところといいと愛と逆かとか、なんかそういうことで済んじゃうんだけど、そんなことなので、だから結構、前の話もね、この作文だけじゃなくて、他のことについても取捨選択と言ったけど、それはじゃあどうやって取捨選択して自分の取捨選択が正しいかどうかを問われるのは嫌だとかね、そういうのがあるから、結構大きな問題ではあるんですけども。今日の、あ、はい、どうぞ。ごめんなさい。その取捨選択に関して言うと、やっぱり先生方にとっても、やはり英作文を指導するとか授業を持つことにすごく、まあ、抵抗を持たれているとか嫌だなっていう先生方はたくさんいらっしゃると思うんですけども、やっぱりお話を聞くと、やはり、自由英作文なんかを書かせると、まあ、当然生徒は添削をしてもらうことを、まあ、期待してるというのが、まあ、先生方の中にあり、で、それにまあ答えるためには、なんかこう、せん、あの、添削をするんだけれども、どうしてもその取捨選択をするという意識が、あまりないというか、とにかくやはり、金谷先生おっしゃったように、なんか目についたものをとにかくすべて、直さないといけないというような思いが、結構先生方の中にあって、そうすると、やはりしんどいなと思うわけですよね。生徒がたくさん書いてくれればくれるほど、当然誤りの数も増えてくるので、そうすると全部を直そうというふうに思ってる先生にとってはすごくしんどい作業になるんですけども、もしこの取捨選択というところで何か、面白い発見というか、指導をするにあたって、何かこうヒントとなるようなものが、こう先生方に与えられたら、ちょっと先生方も、英作文を担当される先生方も、なんかこう、ちょっとこう、気が楽になるのかな、なんていうふうに。はい、感じました。はい。はい。というわけで、じゃあ、取捨選択したら、どうなるかなっていう、例を見ていきたいと思いますので、ちょっと私が調べたというほどのあれではないですけども、見た事例を挙げていきたいと思います。ので、画面を共有いたします。
ので、作文添削したらどうなったということで、事例は大学生なんですけども、そんなにできる大学生ではないということで、英検4級ぐらいの学生と、英検準2級から2級ぐらいの学生ですので、高校生に近いんではないかなと思います。で、どんな作文の、授業だったかというと、ずっと作文ばっかりやってたわけではないので、15週間も長いですけども、このうちにライティングが、4つ、まあ、5つ、実際5つ、4つありました。で、1つに関して、やる前にプレテストとして作文をして、それから、ポストテストとして作文を、して、2ヶ月後にどうなってるかなっていうのを見るために、テストかなりやってますが、全部作文をしています。で、1つのライティングについては、まずドラフトを最初に書いて、で、それに対して取捨選択した添削と通常の添削、2つのグループに分けて、作文をしました。で、2つのグループについて、添削したのを返した後にもう一回書き直しています。で、まずこの事例1で、出てきたのは、プレテストの時にかなり多かったものが、もう基本的な文型と動詞形のエラーが多かったので、この2つについて、これを選択して、添削したグループと、全部、文法の誤り全部について添削したグループと比べました。で、まあ、トピックは割と自分のことが多いです。で、どうなったかというとですね、こうなりました。赤い方が、通常の添削、青い方が取捨選択、先ほどの文型と動詞の形だけに、フォーカスして、添削をしたらこうなりましたということです。どうなったかというとですね、文型の誤りの方は、通常の添削した人たちは、このポスト1っていうのは、15週間が終わった直後のものですけれども、あまりエラーが減っていない。それに対して、これ選択して、添削した方は、どん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 こうエラーがなくなっていって、まあ、最終的にはあまり変わらないんですけどね、ここで早く効果が現れたというようなことが出てきました。それに対して、動詞の誤りはいつまで経っても変わらないと。エラーが減っていかないという、ことが、分かりました。ですので、文法によって、効果があったのとなかったのとがあります。それから、選択したら効果があったけども、通常だったら効果がなかったっていうのことが、ありました。結果が出ました。ちょっと質問していいですか？動詞の誤りっていうのは、例えばどんな。ですね、三単現の S であったり、あとは、動詞、ING だけですね。B 動詞がな ING とか、そういった基本的なものが多かったです。だから、活用形って言っていいか、そうですね。そんな感じですね。要するに、この動詞使わなきゃいけないときに、他の動詞使ったっていうんじゃないんですね。それは入れてないです。はい、わかりました。もう本当に形だけですね。形だけを見ました。すいません。ちょっと確認なんですけども、例えばよくある、中高生の間違いで、B 動詞と一般動詞を両方使っちゃうなんていうのがあるんですが、そういうのは今回のこの動詞の誤りには含んでない。入ってます。っていうの、そういうのは入ってるというこ形がおかしいのっていうのは全部と。意味のものは通ってません。なるほど。それから全体的にスペリングは直してないです。それから動詞の今のか、もう一回確認ですけど、動詞の選択ミスというか、本来、listen to を使うところを here を使ったとか、そういうのは誤りとしてカウントはしてないという。そこまで高度なものは考えてます。そうです。わかりました。すいません。連続で質問いいですはい。か？この通常選択っていうのはもう一回確認ですけど、まあ、要は、気づいたものは全部修正しちゃうという、スそうペです。リングだとか、前置詞がなかったらそこに前置詞が入るよっていう
なんかの入れたりとか、そういうことをイメージでいいですか？そうですね。通常添削、もう全部添削し結構まなんす。か真っ赤になっちゃう感じ。そうですね。真っ赤かですね。あ、で、洗濯の方はここに挙げていただいた、まあ、いわゆる語順っていうやつですよね。文型と動詞に関するものだけに特化してるから、ちょっとその一個一個がその目立ちやすい。そんなにいっぱい真っ赤じゃないから、結構どこが指摘されてるっていうのがまあ見やすいっていうか目立ちやすいっていうようなイメージでいいですか？そうですね。もう割とポツポツという感じでありました。わかりました。全体的に数えると、その洗濯添削の2倍ぐらいの数量で通常添削の方は添削がついてました。すいません。もう一つだけ確認なんですけども、この添削のイメージなんですけれども、ここで言う添削は、先生が、生徒の誤りを見つけて、その正しい形をすべて書き入れるという、ただ下線を引くとか、なんかこう記号をつけるとかってありますよね。例えば、語順だったらワードオーダーで WO と書いたり、なんか、数の間違いだったら数って書いたりするのがあるんですけど、そうじゃなくて、すべて先生が正しいフォームに直したものを書いてあげるという、そういう添削でよろしいですか？ですね、すべて直してあげた方が、割とし、まあし、なんていうんです、能力的にあまり高くない人はいいというような、まあ、研究とも多いんですが、今回はちょっと考えてもらいたいというのがあったので、下線を引いて、今、高見先生がおっしゃったように、ここはどういう誤りですというのが分かるようにヒントをつけています。あ、なるほど。じゃあ、誤りを犯した部分と箇所と、そしてどんな誤りだったのかということを、こう、言葉で示すということ。そうですね。例えば、ここには、インという電池が必要だという場合は、ここには何とかの中にっていう言葉が入りますね、みたいなヒントをついてつけています。あ、はい、わかりました。で、指導の前後はこういうふうになったんですが、じゃあなんでこういうふうになったのかっていうのを調べるために、指導の途中でどうなったかっていうのを、見てみると、割とショッキングなんですが、全体の正確さは、どっちのグループも下がってしまっていて、文系の誤りはどん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 増えていって、特に選択添削した方が増えていっています。動詞の誤りも、回を追うごとに増えていってしまっています。これは多分ですね、たくさん書くようになっているので、どんどん増えていってしまうと、それから添削してまた新たな違った誤りが出てきて、やっていくごとにいろんな、誤りが出てきてしまって、こうなっているんではないかと思います。で、とてもショッキングだったので、じゃあもうちょっと高い人たち、高いと言ってもちょっとだけですけども、同じようなことを知ってですね、今度は、添削なしのグループを入れてみました。この添削なしについてはまた後でお話ししますけれども、で、どうなったかっていう結果です。あ、その前にあれですね。今度は、このレベルだと、基本的な文型の間違いはしないので、プレテストは先に事前、指導する前に調べたもので、一番多かった前置詞と動詞の形。もちろん冠詞とかも多いんですけども、冠詞はちょっと避けてですね、動詞と、前置詞と動詞を見てみることにしました。トピックはちょっと割と客観的なことをディスクライブするんですけれども、どうなったかっていうと、色は同じような感じ。選択添削、動詞の誤りについては、やはりこう増えてしまっていると。で、途中経過はどうなったかっていうと、かなりバラバラになっています。ただ、青い選択添削の方は、傾向的に下がっているんですけども、他の2つのグループについては、割とこうなんですけど、定番というよりぐちゃぐちゃというか、こんな感じになって、パターンがあんまりよくわからなくなっています。じゃあ、前置詞はどうだったかというと、選択したら、前後で下がったと。
で、途中経過も選択したグループは割とこう青いところは下がっているんです。他はちょっとこう、なんかパターン化できないような感じになっているということで、その選択したら、取捨選択したら、まあ割と結果が良かったと。ただし、それは文法によって違って、先ほどの前置詞とか、その基本的なもの、文型とかは、まあ、効果があったんだけど、動詞の形は全く効果がなかったっていうようなことが、まあ、言えるのではないかと思います。はい、これはまた話が違いますので、一回ここで言いますか、これの結果を見ていかが、かなというのを、ご意見をいただければと思いますが。共有一回停止します。というように、ものによって聞くやつと聞かないやつと、それから取捨選択すると、まあ、聞くやつは結構よく聞くんだけど、聞かないやつ、取捨選択しないとかなりあんまり良くないと。で、全体的に見ると、どん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 エラーが結構増えていってしまうという傾向があるというのが、大体二つの事例のまとめになるかなと思います。よろしいですか。今、すごい面白い結果だなと思って見てたんですけども、前置詞について言うと、結構、まあ、大学生、今回大学生が被験者ということだと思うんですけども、で、まあ、英語がそんなに得意でない学習者ということだと思うんですけども、彼らが使う前置詞って結構数が限られてるのかな。つまり出てくる、その作文の中に出てくるのは、例えば in, at, on とか with とか by とか、そういうのが限られてて、先ほどの話だと選択の誤りに関しては触れなかったということを考えると、前置詞の場合は、あれですかね、抜けてるとか、そういうような誤りに対して指摘をして、で、まあ、多分、限られた数の前置詞が毎回出るところに、そこにこう、添削されるので、比較的こう、なんでしょう、意識が向きや、使い方に関しての意識が向きやすかったのかな、なんていうような感想を持ったのと、あと、動詞に関しては今度、動詞は内容語なので、結構、そのテーマによっていろんな動詞を使ってたと思うので、なかなかその一つの動詞に対して何かこう、その振る舞いの仕方とかをこの短期間で身につけるっていうのは難しかったのかな、なんていう、そんな、まあ、感想を持ちました。なるほど。まあ、そのものによって、前置詞については、形だけじゃなくて、意味も考えて、フィードバックをしているんですけれども、そういった形で、その文法の性質によって、かなり、効果が変わってくるっていうのは言えるかなと思います。ですので、まあ、効果がないものを続けるよりは、効果が、続けると効果があったものを選んでやるっていう方法は結構効いてくるんじゃないかなとは思います。ただ、一回やる、こんな長い間で1個か2個しかやらないっていうのは、ちょっと効率的にあんまり良くないので、この研究と実際とどうこう折り合いつけるかっていうのは難しいかなと思います。これまあ、書くっていうこととか話す、まあ、両方表現する方だけども、まあ、これが何て言うんでしょうかね、2ヶ月ほどで変わるものなのかどうかっていうと、一応やってみると下がっちゃったり上がっちゃったりっていうのはあるんだけど、実は1年後にやると何の関係もなくなっちゃってる可能性があるわけで。割合表現っていうのはそんなに、なんていうのか、もちろん1週間とかそんなのはもう全く関係ないし、1ヶ月2ヶ月でもあんまり関係ないことが多い。まあ、実は学芸大学でも前に科学研究費をもらって、添削やったの、比較やったことあるけど、その時は10週間、毎週1回書かせて、10週間やって、プリポストで調べて、で、いろんな角度から見たけど、変化は、もう、ほぼ、ほぼっていうか、変化はなし。
ていう 10週間で ということなんで、だからがっかりねといえばがっかりねなんだけど、しかしもともとそういうものであるということが重要じゃないかなということなんですね。それから今の見せていただいてすごく面白かったんだけど、まあ、この取捨選択についてはやっぱり最初に少し文法をなんかこう何て言うんでしょうかね、試す方がこう種類を選んでっていうか、つまり全部同じ次元に乗っかってないわけですから、なんか大筋のやつとそれからすごい細かいものと分けるとか、なんかした上で、まあ、やんないといけないのかなという気はいたします。それで一つ面白かったのは、さっき高山さんが質問した時にリスンとそれからヒアみたいな、そういう違いはうんぬんって聞いたら、すみださんがすごい面白い答えで、いや、そんな高等なことはっておっしゃったんだけど、実は、S つけるとかなんかその方がずっと高等な話かなと僕なんか思っていて、リスンかヒアかっていうのは高等どころじゃなくて、ものすごく原始的というか、つまり意味が違っちゃってると、どうしようもないというぐらいの話だから、なんかここは ING つけるのよねとか、なんか ED が抜けてるよねっていうのは結構高等な話に僕は思うんですよね。だからその辺でやっぱり取捨選択のなんか基準の感じ方が違うのかなって思うのね。これだと通じませんよっていうか、これってどういう意味なのっていうようなフィードバックの方が多分生徒にはこんなんだろう、答えるってのは変だけど なんでこれが分かんないのとかって思うけれども、分かってると思うけど多分通じないよっていうことを言ってあげた方が多分よくて そんな感じがしましたけど、だそうから、ですね。一般の先生これ見ると、ほらやっぱり添削しないとこんなに下がっちゃってんじゃないかとか、いうふうにな、だからなおさら嫌だなとかね。実はからくり、選んだ文法用語の方に、あ、文法用語の文法項目については、一応からくりというんですかね。あってですね、事例1の方の文型の方は割とこう、これ間違っちゃうと意味が通じないから、ちゃんとやりましょうね。で、動詞の形の方は、まあ、間違っても、なんとなく意味がわかると。イエスタデーと書いてあれば、ED がなくてもわかるような、そんなものの対比をしたんですね。でも、事例2の方は前置詞と動詞ですけど、前置詞の方は、まあ、形もあるんですけど、結構意味が関係してくるんだけども、動詞の方は、まあ、それ、ちょっと間違っても、意味的にはそんなに大丈夫だなっていうようなことを選んでいて、割とこの意味に関して、注意しなきゃいけないものは、こう、ケアしてあげると、伸びるんだけども、その、形しか関係ない。まあ、大雑把に言って、形しか関係ないものは、いくらやっても変わらないよっていうような感じはするんじゃないかと思います。その選ぶときに、これダメだったら意味もわかんないよっていうようなものを中心にやっていくと、割といけるかなっていう感じはしています。これあれでしょう、鈴木さんなんかその研究で、ご自身の研究かどうかちょっと別としても、要するに明らかに分かるというか、本人が、なんか違いが分かれば治りやすいけども、そうじゃないよっていう、まあどっちでもいいことはないけども、というやつが、つまり目立たないやつはっていうか、分かんないよっていうような話の研究って結構多いんでしょう、これね。ああ、そうですね。目立ちやすさみたいなのは、まあ、先ほど太田先生もおっしゃってましたけど、やっぱりすごい重要な、要因になっていて、まあ、やっぱりそうすると意味が全然違うっていうのは、やっぱりまあ、こう間違えずに、こう、目立ちやすいというか、まあ、すぐわかるっていうのが、やっぱり今、角谷先生が、ご説明なさったように、なんかこう、違いの説明の一つの要因として、目立ちやすさみたいなのは大切なことかなと思いますね。あと一つ、ちょっと、ごめんなさい。先生が終わってから質問します。だいぶ、はい。面白いなと思った点なんですけれども、
練習中にその作文書いてるときにエラーがこうすごい上がってるじゃないですか。で、その時に墨田先生が、たくさん書くようになったから、たくさん間違いも出たよっていうのは、これって、すごいポジティブに捉えると、もうそれじ、もう間違いが増えること自体が、こうなんですかね、こう成長というか、いうことですよね。だから、たくさん書けるようになったっていうところを評価するんであれば、こう、なんかあんまりエラーのことは気にしすぎなくてもいいのかなっていうメッセージにもなり得るのかなと思ったんですけど。そうですね。これからその話に移ろうかなと思っていたところ ちょうどいいところに、あ、じゃあその前にちょっと質問1個先に片付けていいですか？お願いましあ、私、片付けるって。いや、意味に、あの、こう、えっと、意味にこう注目させて、これだと通じないんじゃないみたいなアプローチでいくと、その学生にも気づきが起こりやすいから、その修正、促しやすいみたいなことを多分さっきおっしゃってたと思うんですけど、となると、その前置は結構、その、いろいろテコ入れして、改善が見られたみたいな感じだったじゃないですか。で、どうなのかなって、こう、学習者の立場からして、学生の立場からして、前置っていうのと意味と結びつくのかなって思ったんだけど、そこはどう解釈したらいいんですか？なんていうんですかね、間違いとして、結構、その前置詞がないことが多いんですけど、ないと、例えばどこどこへっていうときに to がないと、なんだかよくわかんない。どこどこ、どこどえこの、で、えなとのか、か、どこなんどことか、で、でどなこのどか。こ、でのいとか、そういうふうな、そういう、具体的にはそういう、その前置ですね。インとか、トゥとか、なんか、アットとか。そうです。そうすると、前置詞がないことによって、その前後のつながりがなくて、ここどういうふう につなるほど。な時がるの間かとなっか、て。場所とか、そういうのとこう結びつけて考えやすいようなものっていう感じですかね。前置の中でも。そう、ちょっとごめんなさい。中身まで、今すぐにああ、わかりま覚えす。てでないのも、で、イあメーれジですはけど。少し、具体的なイメージできました。ありがとうございます。結構ですか、ないと通じないよっていうのは、形と意味と両方に関係してくると思うんですね。ここに、前置詞が入ってるか入ってないか。よろしいですか。そしたら、先ほどの、いや、あんまり頑張って直さなくてもっていう話にしたいと思います。また共有させていただきます。先ほど見ていただいたこの図なんですけれども、添削なしのグループも結構頑張っているわけですね。ここは誤り増えてしまっている感じはしますけども、統計的には変わってないっていうことなんですけども、この誤りにフォーカスしないでもうちょっと、作文を続けたら、他の要素はどうなったかっていうと、語数はどんどん、だいたい30分ぐらいで書いてね、あんまり厳密にはなってないですけど、30分ぐらいで書いてねっていうようなのを、授業中に書いてもらっていますので、だいたい同じ時間で書いているんですけども、語数がまあ結構こう上がっていくと、それから、これはちょっと T ユニットの中でどんぐらいあるかっていうのを見ましたけれども、割と一つのユニットの中で、個数が増えていったり。で、これは一つの節の中でどれぐらいか。これはちょっと伸びが少ないですけど、割とこう伸びていると。これ事例1です。それから事例2については、文が複雑にどんどん複雑になっていく。それから、流暢さも増えていくということで、どのグループも、伸びていっています。で、実は添削なしというグループは自分で間違いを見つけて直しなさいねというグループで、全く文法について考えてないわけではないんですけれども、それよりもこういった文が割とこう緻密に複雑になったり、流暢さが増えたりしているところが、ここに注目するとですね、添削しなくて、自分で、
間違いを見つけてやるというようなもので、直していってもかなり効果があったなということはあると思いますので、必ずしも添削するのがいいのかなというようなことはあります。はい。で、全体をまとめると今日のお話、事例からわかることというかですね、取捨選択したらどうなるのか、こうなるのかということで、意味に関係するものは、取捨選択して、それにフォーカスすると結構直しやすいと。それに比べて、形だけに関係するものは、これは、間違っても大丈夫っていうのに目立たないっていうような、先ほどのお話もあったと思うんですけども、目立たないのは、なかなか直らないということは言えると思います。それから、添削しなくても、作文は結構良くなっていくということがあります。ですので、大切なことは、繰り返して練習をすること、あるいは、先ほどの、添削をしなかった、自分で見つけてねといったグループも結構、添削するんでしょうかね、なんかこう、直した後にうまく、直せるようになってきたというのはありますんで、ほっぽりっぱなしにしないで、添削したら、修正するっていう作業は、結構有効なんじゃないかなと思います。ということで、こちらからのデータは終わりなんですが、いかがでしょうか。一つ、大雑把でよくわかんないかもしれないけども、この、学生さんたちは、中学校とか高校、特に中学校で、とこさ間違う機会があった人たちでしょうかっていう変な質問ですけど。ほぼ自分の考えを書いたりすることはなかったということです。だから問題は何て言うのか、なんていう変な例えなんだけど、思いっきりやんちゃやった人が後で真面目になるっていうね、よくない例かもしれないけども、なんかいろんなことわーってやっちゃったら、なんかそのうち、これで私はこれでいいのかしらみたいなね、そういうのって作文と一緒に論じるのはいけないかもしれないんで、見てる方は申し訳ないんですけども、でもなんか自分はそういうイメージがあるんですね。なんとなくいろんなことやって、あそこにぶつかったらこっちなんかっていう、これ人生でやっちゃいけないんだけど、作文しても別にそんな人生失敗することはないから。なんかこう、どっかでめちゃくちゃもう好き勝手やって、それで、大いに手を伸ばし、足を伸ばし、うわーってやった後で、ふっと気づいて、待てよ、これを自分でやってるんだけど、これおかしいじゃないかとか、これって中学校で今、ファイブラウンドなんていうのをね、やってる人たちの、その中学校では、なんかものすごいやんちゃな中学もあるんですけど、そこでね、なんか1年生の時にはもう本当にデタラメ書いてたんだけど、なんか1年生から2年生にかけて、なんか 先生、これでいいのですかって言い始めたと。で、先生がびっくりしたっていう、なぜかっていうと、それやる前は、ファイブラウンドやる前は、そんなことを言う生徒たちじゃなかったって、これ偏見に満ちてると思うけども、ですけども、なんか、そういうふうに言い出したっていうようなことがね。だから、なんか、大学生になって改めて何かやってみたらこうだっていうことよりも、なんかもうちょっとこう、長い長い なんか、学習歴を見てみて、自由奔放に過ごせた時期があるのかどうかっていうね、そういうことって重要かなとは思います。なんかすっごい大雑把な感想で申し訳ないんだけど。いちょっや、と今、どうぞ。今ちょっと今、川谷先生、もう少しちょっと真面目なことを私はちょっと似たようなことを 思っていたんですけども、なんか留学の効果のパターンと結構似てるところがあるのかっていう、たくさんすごい使う機会があって、で、結局留学で一番何が伸びるのっていうと、やっぱり流暢さで、こう、たくさんこう、まず話せるようになるっていう。だけど、正確さはやっぱりこう、ついてこないっていう最初の段階では。で、半年とか、一年ぐらい行くと、結構流暢には喋るんだけども、やっぱりまだこう、正確ではない。量はたくさん増えるっていう
ところで、結局それって同じぐらい、まあ、正確さは上がらなくても、流暢にこうすごいなってるってことは、もう言語能力としてはすごい、こうなんですか、発達なわけですよね。だからそういう、こう、たくさん使うっていうところで、まあ、その量が増えて、で、その後、こう、正確になるっていう、まさに、こう、やんちゃだったところから、こう、何か気づきを得て、徐々に、こう、落ち着いていくっていうことが、すごい、重なるなと、まあ、留学が重なるかなっていうふうに思いました。はい。この作文の練習をしたときに、まあ、学生は、そうですね。そこで自由奔放になってたんじゃないかなと思います。もう、なんでこんな文、ぐちゃぐちゃな文書いていくんだよと。いろいろ考えてるのが、でも、だんだん、最終的には、うまく書けるようになっていくっていうのはあったので、そうですね、その自由奔放にやるっていうところ、重要かなと今思いました。だからなんていうか、どのくらい自由奔放にいつやると 早めに真面目になるかみたいな そういう研究を すいません、これ例え話ですからね あれだけど、なんかこうやって、間違いが増えてくると、じゃあダメじゃないかではなくて、ほら、こんなにここで増えてるからいいね、この後どうなんだろうっていう、そういうものの見方で、まあ、これは中学校でなるべくやった方がいいと思うけども、そういうふうにできていると、なんか早めに すっと落ち着いてくるっていう感じがするけど、なんか大学になってやんちゃ始めちゃうと、なんかそう簡単には なんともならない。しかもこれは週1でしょ、多分これ。そうですね、はい。ね。で、まあ、中学校なら週4とかあるわけだから、まあ、毎回こう書いてったりするっていうか、これ頻度が重要だと思うんですね。間違いに間違えたから、結局ポストテストのところで結構エラーが減ったっていうようなことはあるので、たくさん間違えてたくさん添削される。コメントもらうっていうことは結構有効なのかなとも思いますね。これ私もその、なんでしょう、これ、まあ、研究というか指導の方に大きく関わると思うんですけども、今回の研究、まあ、実験の中で、書き直しをさせてるっていうところがすごく重要かなと思ってて、意外と先生方とその作文の添削の話をすると、先生方一生懸命、真っ赤にして生徒に返すんですけども、返しっぱなしになっちゃうっていうパターンが、ほとんど、というような、印象を持ってまして、結構、その先生から、まあ、添削をされたものを返された生徒がどういう学習行動をするのかっていうところまで、こう、ちゃんとケアがされてないというか、目が行き届いてなくて、結構、真っ赤になった、その添削をこう捨てられてたりとかですね、全然見直さなくてとか、あるいは生徒が、真っ赤になってなくて、なんか、あ、よかったっていう自己満足して見直しをしないとか。そうなると、やっぱり、全然気づきの、まあ、タイミングを逸することになるので、やはり今回の実験のように、やはり一回書いたものを、まあ、フィードバックありなしに関わらず、ちょっと時間を置いて自分で、生徒自身がもう一度こう、自分が、数週間前に書いたものをこう見てみる。で、その上でもう一回書いてみるっていう、その作業がすごく、大事なのかなっていうふうに、はい。感想なんですけども、思いました。二つ目の研究の方で、添削なしっていうグループがありましたよね。で、そのグループは自分で書いたものをもう一度じっくり読み返して、自分がしてしまったエラーを見つけ出すっていう時間を取られたと思うんですけど、その時間を取るのと、こう、なんていうか、こう、公平にすると、他のグループもきっと、赤がついたものを返ってきたときに、それをじっくり見直す時間があったと思うんですね。で、私はその3つのグループの、こう、学生さんたちの、こう、リアクションが知りたいなとちょっと思いまして、なんかこう、ちょっとだけ直されて、分量的にはその選択的な添削をされたグループの人たちが
構見て、いや、直されてるけど、きっとこれ以外にも私はエラーがあるはずと、積極的に探し出したりするのか、そのたくさん全部直してもらった人が、あ、もう全部直してもらえた、あ、満足満足でおしまいになってしまうのか、なんかこう、それぞれの反応が違ってくるかなと思うんですけど。人によるというかですね、結構。ただ、割と、取捨選択したグループは、他をも探そうとしてるかというと、そんなにはしてないですね。割と、そこだけ直して、ラッキーみたいな感じになって、他のグループは直さなきゃいけないので、直しましたけども。これその添削だけじゃないんだけど、先生って割と真面目な学習者であった人なんですよね、割合。絶対勉強嫌だったって人は、先生に、しょうがなくなることはあるかもしれないけど、進んでなるっていう人はあんまりいないんで、どうしてもですね、自分が生徒だった頃の、そのイメージがあるんだけど、さっき高山さんが真っ赤になったわ、よかったねみたいなことで終わっちゃうって言ったけど、そんな生徒いるかいという そういう感じが僕はしますね。大概もう絶対もう見るもんかっていうぐらいに嫌になっちゃう人の方が普通じゃないかと。もちろんわあ直してくれたよかったねって人もいるかもしれないけど、いやー先生、こんなに直してくれてありがとうって思う人が、そんなに僕は100人いたら2人、3人ぐらいかなっていうぐらいで、これは僕が間違ってたらすごくよかっ、いいと思うんだけど、だからなんか先生方が、優等生だった人が先生になってると、生徒を見失う、見誤るような気がしますけど、余計なことでした、すいません。いや、こういう、生徒や学生が書いた対策文を、書かせたら、その後どうするか問題があって、そう、添削を、じゃあ全部するのは大変だから、選択的っていうのは今日のテーマなんですけど、もっと極論を言うと、もうやらないで、生徒に、学生にもう一回、読み直させて、なんか気づくとこないかみたいな風に、その生徒の添削文をまた後日使う。なると、もちろんそのライティングの、活動という位置づけでもあるけど、なんか文法のこう練習っていうのかな、文法の学習にも使えるんじゃないかなって、思いますね。だから、まあ、これからそのライティングが、そのいろんなね、AI があって、実は先生が知らないところでいろんな力を借りて、なんか書いてきましたみたいなのも今からあり得るわけじゃないですか。だから、そういうのとどういうふうに共存していくかって考えると、もう生徒がどういう形で用意してきたものであれ、なんかそれで実力で書いたのか何かの力を使って書いたのかわかんないから、ちょっと使い方を生徒が持ってきたもの、それをどう学習に使うかでちょっと考え方変えないと、扱い方考えないといけないかなと思うので、例えばどんなものを用意してきたにしろ、もう一回それで自分でなんか変なとこないかって探させてみるなんてなると、まあ、その文法の練習とかに別の使い方ができるんじゃないかなと思いましたね。そうですね。ただ、あんまりやると、作文の指導なのか、文法指導なのか、わからないです。そうそうそう。だから、その作文の指導っていうだけにこだわらない、違う、まあ、使い方っていうかな、指導の仕方もこれから考えていかない、いった方がいいのかななんてちょっと思ったっていうことです。ありがとうございます。5年前に引き続き、面白い議論になったかなと思うんですが、まだまだお話ししたいところですが、ここら辺でかなり長くなりましたので、今回の、シェルパチャンネル、お開きにしたいなと思います。また、次は違うトピックでまたお話しできればと思います。どうもありがとうございました。これありで、がとうございました。さよなら。